ワビースみんなが住むに行くでよよいしょはい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。よし、はい、今日は皆さんからいただいたワンピースの疑問にお答えさせていただければと思います。それでいきましょう、お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録もどの方よかったらお願いしまーす。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。はい、このコーナーは定期的にケイさんのツイッターの方で質問募集しております。ぜひツイッターのフォロー、みんなのメンバーのフォローお願いしまーす。はい、そしたらここから最新話1081話ネタバレありますので、アニメはコミックの方々お気をつけください。はい、じゃあ行きましょう。はい、では早速行きたいと思います。はい、バーミーさん、バーミーさん、ありがとう。ワーミーさんです。ワーミーさんでした。失礼しました。ワーミーさんありがとう。竹崎さん、こんにちは。こんにちは。早速ですが質問です。はい。根拠もないし、なんとなくなんですが、今週のワンピース読んで、火の傷の男、イコールワンピースの終盤に登場すると言われている眼帯の海賊なんじゃないかと思いました。ほう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 。火の傷の男は新規キャラか既存キャラ、どちらだと思いますか？なるほど、なるほど。ありがとうございます。なるほど、はい、確かにそこのことは考えてなかったな。うん、一応あの火の傷の男に関してはこの動画が上がってる一昨日かな、前の前に一応あのね一本撮ってますので、はい、ぜひよかったらねそっちも見ていただきたいんですけど、はい、そこでは確かに僕はそれあの眼帯の海賊について触れてなかったですね。はいはいはい、以前ですね小田先生がこう言われてるんですよ、うん、眼帯の海賊今まで出してないと、うん、でなぜなら終盤で大事なキャラで一人出す予定があるからだと、うんうんうん、誰っていう話なんですよね。はい、うん、これはもうずっとと言われてて、なんかもう言われ終わった、うん、なんなら、うん、ああ言われ終わってましたよね、正直我々の中でも誰なんだ誰なんだっていうのが出てたんですけど、でなんとなくね、まあ、ルフィなんじゃないか、ティーチなんじゃないかみたいなのがぼんやりとね我々の中であったよね、あーシャンクスかもねみたいな、あーそいつもあるねみたいなのね、ちょっと、飲み会とかでよくね話あったと思うんですけど、確かにありそう。なるほど、言われてみれば、うん、で多分終盤で小田先生がもう出すって決めているってことはもうめちゃめちゃ重要なキャラなわけですよね、うんうんうん、間違いなくそいつって、うんうん、で今回分かった通り火の傷の男めっちゃ大事やんっていうのがもう確定したんですよね、うんうん、なんかロードポーネグリフについて何か知ってるのかな、ぼんやりとまあ大事なのかなっていうのが今まで思ってたんですが、はい、もう今週のティーチの会話からもう間違いなく大事なんですよ、うんうん、もうロードポーネグリフ世界には4つありまして、そのうちの1つをもう火の傷の男が持ってると言われてると、はい、もう持ってるって確定になったんですよね、うん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 、なのでもうこの火の傷の男に絶対会わなきゃいけなくなったんですよ。はいはいはい、今までは火の傷の男がなんか例えばですけどこの案内人というか、うん、なんかあの辺で見たよっていう、うんうんうん、そのおじさんなのか、うん、その何かしらの情報を持ってるパターンも残されてたんですけど、うん、もう今現状はもう確定で持ち歩いてることになってるんで、うん、いやお前持ち歩くなやいとは思ってますね。うん、なんでお前その自分のものにして持ち歩いてんのっていうのはまず思うんですけど、うん、会わなきゃいけなくなったんですよね、うん、ってなった時にそれもめっちゃ大事やん、うん、ってなるとやはり終盤で重要性が出てきそうな眼帯の海賊、うん、まあその重要なキャラっていう部分のリンクのみですけど、うん、ありえそうですよね。もちろんまだ確定の要素ちょっとないんですけど、うん、確かにそこ以外でちょっと今考えづらいはづらいっすよね、言われてみればね、うん、なるほどね、うんまあ、例えばあのゾロがなるとかもね、片目ね傷ついてますから、はいはいはい、とかもねあったりもすると思うんですけど、確かにそう新規キャラだったとしたらその火の傷の男が眼帯の海賊、うん、っていうパターンですよね、うん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 、でなんかその黒い船に今回乗ってるっていうのも明らかになったんで、うんまあ、眼帯つけてそうぐらいですよね、うん、根拠めっちゃ薄いですけど、めちゃくちゃそんな感じするじゃんねえ、うん、根拠全然ないけど、うん、なんか眼帯つけてそうとは確かに思いますよね、うん、もうぼんやりとしたこの何海賊像な我々のね頭の中にある海賊のイメージからなんかそんなイメージもあるよなっていう、うん、なので今のところもちろんね確定情報ないんですがありえるかなと確かに思いましたね今、うん、はいそんな感じだと思います。うん、じゃあ結局全員この人に会わなきゃいけないんだ、うん、そうだね今現状はもうマジでもう全海賊がそうだと思う、うん、黒ひげも1年前の時点では会ってないっぽいから、うんうんうん
でルフィたちもあと一つがどこか分かんないって言っていて、火の傷の男が持っているの以外はもう持ってるんで、ルフィたちは。はいはいはい。だからルフィも火の傷の男に会う必要が実際あるんですよ今。なるほど。うん、全員もうそいつから奪うのか教えてもらうのかは分かんないけど、うん、そう、うん、そいつに会わなきゃいけない。うん、シャンクスたちも、そう、シャンクスは分からない。シャンクスはどこの持ってるか分からないんで。そうかそうか。うん、なるほどね。シャンクスはもしかしたらワンチャン合ってる可能性もあるけど、はい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 、ただ現状まだ分かんないですね。なるほど、うん、うわー気になりますね、誰なんじゃって話ですね。なに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 ちょ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 ちですよ。ああ、はい、何言ってるか全然分かんない。ジャスって、ジャスって言ってたけど、ね、はい、まあ、誰なんだっていうことですね。そう、だ、そういう口調の人物かもしれないしね、ヒノキズのとこもね、うん、何言ってるか分かんないかもしれないから、いいかもしれないからなんでだよ、言いたいだけやん、もうコナン見たばっかで言いたいだけやん、うん、コナン見たばっかの人がいるから今ここに、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、では次の質問いきたいと思います。はい、青パンさん、青パンさんありがとう。竹さん、竹さん、こんにちは。こんにちは。いつも動画を楽しみさせてもらってます、うん、あ、いつもありがとうございます。今週クザンが蜂の巣にいることが確定し、はい、ティーシとローの対戦も終わったことが描かれましたが、うん、はいはい、エッグヘッドに来ていたのはデボン・ラフィット組なのか、うん、ローを倒したティーチ組なのか、どっちだと思いますか、うん、はい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 、そこなんですよね、そこなんですよ、ありがとうございます、うんうん、いや多分ですけど、うん、デボン・ラフィットだと思ってます、個人的には。はいはいはい、うん、今のところどこにいるかわからないのってその2人だけなんですよね、うん、うん、であとは多分もうこの時間軸で言うともう今だと思うんですよ、うん、というのもあの周りが黒枠とかで塗られてないっていうことは基本的には今の枠なんですよ、時間軸が、はいはい、で今回ウィナー島の戦い、ローとの戦いがこう描かれたんですけど、うん、そこも白い枠だったんですよね、はいはいはい、うん、となると今なんですよ、今起こってることがこう続いてるんですよ、うん、だからとなると後で描かれたことの方が後なんですよね、うん、基本は、うんうんうん、こうやって続いてってるからね。ああ、なるほどね。そうそうそう、白で描かれてるってことは今な、今って動くじゃないですか、今でずっと止まってる人がいたら申し訳ないんですけど、うん、それも時間止められちゃってるんで、その人はちょっと一回助けてって言った方がいいです、その人はそんな一回タイムパトロール助けてって言うしかないんで、うん、そういう人いないんですよね、今大丈夫ですよね、多分止まっ、だってこの動画も止まっちゃうことになるんで、はい、多分いないと思います。大丈夫ですね。大丈夫、あのこのワンピースの漫画の中でも基本はこう白で描かれているっていうところは、まあ基本的にはこう進んでってる今の時間軸なんですよね。なるほど、うん、で、エッグヘッドに来たあの船っていうのはあそこの描写は、うん、確か白かったですよね、周りね、うん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 、なので時間軸的にはちょっと多分普通に今の時間軸ってなると話数的に前なので、うんうん、多分この港の戦いよりか前だと思ってます。あー、なるほどね。ちょっと何時間ずれてるか知らんけど、うん、まあ、うんうん、さっきのエッグヘッド向かってる映画じゃあ午前10時だとして、今回出たやつが、うん、じゃあ午後3時の可能性もあるよっていう順番ってことなんだね。そういうことですね。おそらくそうなんじゃないかなとは個人的には思ってるんですよ。ちょっと一回確認しますね。うん、うん、そうですね。やっぱりあのエッグヘッドの話が進んでる中でこう一番ラスト、エッグヘッドのそのラストのところでゴー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 と黒柳海賊団のこう船があると、うん、いうことが明らかになったので、うん、もうそうだと思いますね、うんうんうん、だからこそ港にはまだティーチたちいたってことが今回の描写で確定でいいと思うんですよ、うん、となると今どこにいるかわからない、うん、ラフィットとデボンになってくるかなとは思いますね。なるほどね、うん、でしかも今この黒ひげのティーチとローの戦いのところにオーガーもいるんですよ、うん、はいはいはい、ここでスーロンっつってベボに対してこう戦ってる描写があるの、うん、つまりワプワプの能力者も今ここにいるので、うんうんうん、こっからすぐ移動ってパターンも多分ないんですよ今現状ね、うんうんうん、なので多分その2人のみがそっちに行ってるんじゃないかな、エクエットに行ってるんじゃないかなとは思いますね。なるほど。でも2人で、うん、っていうのはちょっと思うけどな。結構みんなで分かれるんだね、黒ひげ海賊団ね。えだいぶ分かれてるよね、うん、まあ麦わらの一面も結構分かれるけど、うん、それに負けじと分かれてますよね、うん、ねえだいぶ分かれてるよ。まあでも知らんで言ってんのかね、うん、そのねエクエットにあのいっぱい今集まっちゃってるけどさ。あーだからその海軍の作戦を知らないんじゃないかな、うんうん、ただあのモルガンズは多分新聞でばらまいてそうなんですよね現状、うんうんうん、現状多分エクエットの状況をばらまいてそうなの、うん、
うん、ルフィがエッグヘッドにいて、ベガパンクを人質に取ってるみたいなのでこれで一面だみたいな話をしてたんですよ、うんうんうん、あのビビがいたシーンですね、はいはいはい、そこであの話してたんで、うんうんうん、多分だけど世界的に要はルフィたちがそこにいて何かを引き起こしてるってことは多分ニュースになってそうなんですよね。あーなるほどね、うんうんうん、だからこそそのなんか漁夫の利というか、うんうんうん、そこの旨味を取ろうと、今分裂行動、まあ、分断して行動してんじゃねえのかなってなんとなく思いますよね、うんうん、でプラスで今週もう船が何隻もあるってことがもう確定したんですよ。ほいほいほい、まあ、もちろん九段の時点で10番船船長って言ってるんで、うん、まあ船が10は少なくともあるんだろうなと思ってたんですがその描写がありましたよ今週、うんうんうん、海賊っていうのは利害が一致してりゃいいのさっていうティーチが言ったコマで、うん、もうあのサーベルオブジーベック号1、2、3席あります。めちゃうじゃん。そう少なくとも3はあるんで、うん、だから多分だけど10以上ありそうですね。はいはいはい、はい、うん、ティーチがもしかしたら母船に乗ってるのかはたまた全部をこう総括してみて提督って言われてて、うん、10席しかなくてティーチはいろんなとこに乗ってるパターンなのか、うん、なるほど、どうかは分かんないんですけど、うん、あの少なくとも10はある多分、うん、もう確定でいいと思うこれは、うんうんうん、今週3あったってことはまあ10あるんじゃないかなと思うね、うん、なるほどね、うん、だってバージェスだけさ、うん、船ないってかわいそうじゃん。いやでもあるんじゃないのワンちゃん、ね、ワンちゃん、いや船与えてやれ。与えてやれ。お前はこの中からどれかで借りて毎回行けみたいな。そう、おいはは俺は船ねえのかって。そうそうそう。まあいいかとか言ってそうだけどナイスだったら。そうまあ多分あるとは思うんですけどね多分ね、うんうん、なのでまあ別行動完全にしてグエット組がいるっていうことだと思うな、うんうん、まあ、もちろんあの傘下の海賊も多分いっぱいいるんで、うんうん、もしかするとその有能な傘下と一緒に行っているっていうパターンもあるかもしれないよね、はいはい、あと10番船船長ってことはあのもうその船にクルーめちゃめちゃ乗ってるはずなんで、うん、腕が立つ部下は数人いてもおかしくないのかなと思うんだよね、うんうん、あくまで幹部が10人そしてティーチの11人ってだけで、うん、それ以外もいると思うんでその辺を連れて、グエット行ってるっていう可能性じゃないかな、うん、まあでもラビットとデボンってどうすんのってのあるけどね。どうすんの2人じゃん。そう2人でしょ。でもまあでも確かにめちゃめちゃ厄介組ではあるんですよ、うん、もう変装の鬼スーパー変装おばさん、うん、誰にでもなれちゃう、うん、とマジシャンさんね。マジシャン、うん、催眠マジシャン。確かになんかややこしそうだな。かき乱しそうだよ。そうなんですよ、うん、なかなかそのエッグヘッドに今来られると、うん、ちょっと怖いなっていう部分あるよね、うん、まあベガパンクが今ピンチでそこがまず俺らとしてはどうなんじゃいっていうね、うん、一番気になってる中で五老星来ちゃうわけですから、うん、確かにね。そう五老星に何かしてなんかそれから成功しちゃったみたいな、うん、デボンも変身できてかつラフィットも催眠できるから、うん、なんかできちゃいそうな気もするじゃないですか。確かに暗殺いけるよ暗殺。そうなんかいやいやよからぬ方向に行きそうな気もするんでだからそういう意味でのその二人の布陣なのかなっていう感じもちょっとしますよね。なので今のところはそうなんじゃないかなと思うな、うんうん、ちょっとまたねエッグヘッドがまだ描かれてないですからこの数週間、うん、もう救済からのこのジャンプが休みだったりするからね、うん、もう早くそのあたり読みたい段階ですけどちょっとそこは待ちですね、うん、はい。ただまあ現状今のところはそうだと思います。はい、うん、気になりますね。気になります。分かれてみんな行動してみんなとりあえず強いね黒ひげ海賊団。まあそれは強いよな。うん、ただクザンが圧倒的に強いねやっぱり、うん、その中でもちょっと強すぎるな、うん、今回クザン異常だと思った。いやクザンがやっぱ強いよ。うん異常だってほとんど凍らしてんだもん。そう強すぎる黒ひげ海賊かわいそうで。あのバスコショットバスコショット1日2凍結だからね。バスコショット1回パキンされて、うん解除されてダッハッハってみんなと一緒に飲んでますのもケパキンですからね。1日2回アイスタイム食らってんだから。1日1回までにしてあげて、うん、ちょっと かわいそう、うん、笑っちゃったけどね。でもまあそんぐらいクザに強いってことですから、うん、強いね、うん、めちゃめちゃ強いよ、うん、はいありがとうございます。ありがとうございます。おいでは次の質問いきたいと思います。はい山田さん。山田さんありがとう。高さん、ケイさん、こんにちは。こんにちは。黒ひげがオペオペの実を売ると言っていましたが、うんこれはオペオペの能力だけを抽出するのではなく、はいはい、悪魔の実として抜き出すことができるということでしょうか、うん、そうなると、はいはいはい、やはり毒球の果実がキーとなりそうです。ぜひご考えお願いします。はいはい、ありがとうございます。いやもう本当そうだと思う、うん、本当そうだと思う、うん、だからやっぱ毒球はもう花から、うん要はリンゴいっぱい持ってリンゴ爆弾食わせたわけですよいろんなキャラに多分、うんうんうん、
で何らかの方法でその果実に悪魔の実の力が宿る方法を知っていて、うん、それを実行してきたんだと思いますね、やっぱり、うんうんうん、でしかももうこれ結構簡単に言ってるから、さて、うん、オペオペの実は売るか使うか悩ましいな、うん、とか言ってるからね、うんうんうん、もう売るも使うももうできる前提なんですよ、うまくいくかどうかっていうことよりはもう、もうそのもう手に入れることはもう決定なんだっていう、うん、確かに、そう、まあできるか分かんねえがとかそういうことじゃないからね、うん、確かに、まあ、ローを倒してしまえばもうそれが実行できるわけですよね、うんうんうん、まあ、だからこそ今黒毛海賊団のクルーは、うん、まあ、2年前おそらく能力者でなかった面々がみんな能力者になってるわけで、確かにね、まあ、うん、結構簡単にやれてんだと思うんだよね、その方法として。めっちゃ頭いいな、うん、そうよ、うん、だどこに由来してるかなんですよね、うん、それティーチの能力闇闇なのか、はたまたティーチの体の構造が異形なのか、はたまた毒球なのか、うん、どこかは分かんないですよ、うん、誰が要因となってそれをうまく成功させてるのかっていうのがまだ分かんないですよね、うん、あくまで体の構造が異形というティーチの特性は、うん、悪魔の実を2個食べれている、2個能力を宿せているっていうところに関係してるじゃないですか、うん、それがだからその能力を悪魔の実として保存するっていうのはどうだ、うん、どうすんのっていうところなんですよね、うんうんうん、でまあヒントとなる描写はやっぱりパンカザードのあのスマイリーですよね、うん、スマイリーがサラサラの実モデルアホロートルを失った時に近くのリンゴにシュワワってなってたんですよね、うんうんうん、だからあれが近くの果物になるだったら、うんうん、余裕やそんな、うんうん、近くに置いとけんだから果物、そうね、パッてね、ね、誰でもできちゃう、うん、そしたら毒球は別にその2年前の状態で普通にそれがうまくできてたわけですよね、うんうんうん、もうジャイアの時点でもうリンゴ食わないかっつってこうさ、もうヘロヘロになりながらリンゴ食わせたわけじゃないですか、うん、でバーンって爆発したらその人物が、死んでその魂がリンゴに宿ると、うん、なのでそういう方法なのか、うん、はたまたやっぱちょっと関係してそうなのはあのゾーンですよね、うん、ゾーンの悪魔の実には意志が宿る、やっぱここなんですよ、うん、多分だけどそのゴムゴムの実も政府に手に入れられないようにうまく逃げてって結果的にルフィに食べられたわけじゃないですか、うん、だから多分転生する場所を選んでる悪魔の実もあると思うんですよね、はいはいはい、うん、特にもうニカなんてそうじゃないですか、ゴムゴムの実はね、うん、だからこそそこをうまくなんか利用してんのかなとかもちょっと思うんですよね、うん、で正直パラミシアって冷静に超人系って書くじゃないですか、うん、だから超人ワンチャン全部人々の未説ない、ワンチャンねそういうことそうワンチャンよ、あワンチャンね、ワンチャンよ、今は全然妄想、うん、そんなことない、現在本編でも描かれてないんですけど、うん、超人系って書くんですよね、うんうんうん、だから人々の実モデルオペ人間じゃないですかローって、うん、変な話、うんうん、全部そこにもねやれそうっちゃやれそうなんで、なそしたら全部に意志がね宿る感じもするし、で自然なんて旗から意志宿ってる感じするし、うん、とかなんかそういったことの応用とか、まあ妄想もちょっと今お目になりましたけど、うん、うーんっていうパターンもあるのかなとちょっと思いましたね、うん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 、まあこの辺はなんかそろそろねあのベガパンク黒ひげっていうのがもう本編でめちゃめちゃ出てきてるんで、なんかそろそろ明かされそうですよね、うん、悪魔の実のメカニズムを知る博士とそれを利用している、どういった方法でか分かんないけどそれを利用できている黒ひげっていうのがめちゃめちゃ書かれてきてるので、うん、なんかそろそろ分かんじゃねえかなそのあたりもってちょっと思ってますけど、うん、ちょっと楽しみですね今後、はい、そんな感じだと思います。うん、はい、ありがとうございます。はい、では次に進んでいきたいと思います。はい、センさん、センさんありがとう。高橋さん、ケイさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく動画拝見させていただいてます。ありがとうございます。質問です。キッドたちは、壊滅、ローたちは敗北でしたが、うん、今後ルフィとも復活すると思いますか、はいはい、ルフィたちがシャボンティでクマにやられた時は完全崩壊でしたが、うん、復活したので、はいはい、キッドもローも復活してくれると信じてます。またどちらかだけが復活すると、うん、シャンクスと黒ひげの強さの比較ができてしまうので、両者退場か両者復活のどっちかだと思ってますという質問でございます。なるほど、ありがとうございます、うん、いやもうこれなんよねマジで本当に、いやショックすぎる、これに関してはもう情緒が未だに不安定ですなのでもうなんなら終わりにしたいぐらいも動画を今すぐじゃあ今日も見てくれてありがとう、ぜひぜひチャンネル登録、そうそうそう、だメンヘラメンヘラメンヘラじゃない大丈夫、頑張る頑張るよいやこれきちいよな、はい、いやもうクザンの件の時点で結構きつくて、ね、プラスでこのベポのこのお願い死なないではやばいね、うん、いや乗り越えてきたじゃんみんなで、だからキャプテン死なないで
お願いだから死なない。いや、これきついきつい。ダメだ。これきついね。うん。まあ、これが敗北なんですよね、海賊にとって。うん。で、しかも仲間置き去りでここ抜け出してるっていうのがなおさらしんどいっすよね。うんうんうん。要はこれ彼に仲間がみんなこれやられちゃってたら、うん、仲間の死の上にこれ生きていかなきゃいけないわけじゃないですか。うん。逃げたっていうね、その要は仲間を置いて逃げてしまったっていうことをずっと思いながら生きていくわけでしょ。うん。えぐいやん、そんな。いやー、だからちょっと正直ここマジできついんですけど、うん、いや、まあ個人的にはもちろんこれで終わりじゃないとは願いたいですよね、うんうんうん、まあ多分このベポとローに関しては一命を取り留めて、うん、まあ何らかの動きを見せてくるんじゃないのかなっていう感じはしますよね、うんうん、一応だからこそこう逃げられたわけで、ただそれでどうやって復活してくるかみたいなのは全く分かんないですよね、うん、うん、でまあしかも敗北なんで、まあ、敗北っていうことはもう一回立ち上がりゃいいはいいのでね、うん、ただまあ海賊同士の戦いで信念折られたやつはもうマジで負けなんですよ、うん、で今回船をもうこっぱみじんにされていて、でこの船って恩人からもらった船なんですよ、うん、ノベルローっていうあの小説版でわかるんですけど、うん、発明家ボルフっていうその恩人がいてね、まあ育ての親というか、まあ要はハートの海賊団の育ての親ですよ、うん、シャチ、ペンギン、ベポ、ロー、その4人と一緒にいた発明家なんで、その発明家からもらった潜水艇がボロボロになっちゃってるんで、うん、もう海賊としてはマジでおられてるんですよね多分、うん、だからすぐさま復活してうまくやれるかどうかっていうところはもうほんとローが乗り越えなきゃいけない部分なんですよね、うん、だから頂上戦争の後ルフィがエース失って俺は弱いと言った時みたいに、うん、ローもねそういった場面が描かれるのか、うーん、なんだかそういった感じはしますけどね、うん、なのでまあここで脱落はないと思ってますけどね、うん、やっぱローに関しては、でただキッドに関してはマジで生きてるかも分かんないじゃないですか今、うんうんうん、マジでキッド以外全員全滅してたらキッドが溺れてるとこ助けらんないんで、うん、いやベポみたいに一人ね、まあ、生きてたキャラがいてローをなんとか運んでるっていう状況ですらないから、うんうん、キッド海賊団壊滅って書いてあるんでキッド海賊団に関しては、うんうん、いや僕的にはローは生きてキッドやばいになってます今現状だと、うん、ちょっとそっちが何かしらちょっと情報が来ない限りは、うん、もう今助けられる手段がないんで、うんうんうん、船もボロボロ、キッドもキラーもやられてる、いやナンバー2やられてるんですよあそこに関しては、うんうん、ローに関してはナンバー2のベポが生きてるんで、うん、あーっていう感じだと思いますけどね、だからその片っぽだけ本編出てくるっていうのもあるんじゃないかなと思っちゃうけどな、うん、なのでちょっと今の僕の考えだとローの方がまだ可能性はあるのかな、ないしか、しかも医者だし、うん、自身でなんとか一命取り留めれば治療もできるわけですから、うん、ローの方がまだ大丈夫かなと思っちゃうな、なのでもちろん今後ちょっとどう出てくるかにもよりますけど、うん、どうですか皆さん、どう思います、ぜひねちょっとコメントください、これまた来週ちょっとまたどっかでね、はい、話せればとも思ってたんで、うん、はい、そんな感じにしたいと思います、はい、いやもちろんキッドも ね生きてるでしょう、いや生きてるでしょう何回もねキッド復活してきましたから、そうね、キッドキッドは折れないでほしいな、キッドらしさずっと貫いてほしいはやっぱあるよな、ね、うん、折れても立ち上がってさ、うん、だいぶひどい目合ってるからねキッドマジで、うん、まあまあ自分が悪いって部分はあるんだけどね、悪いことしてきたし、うん、まあね、かつ言ってしまえばその弱い海賊ね、うん、シャンクスの仲間に弱いやつらをもう一網打尽にしてたわけだから、うん、まあまあやることやってっからねキッドに関しては、うんうん、まあでもそれをもう折れずに貫いてもう一回やることやってほしいとは思う、うん、キッドに関しては、うんうん、だから両方生きてるでしょ、うんうん、でまたこの海賊を目指して出たその人でしょうの人Q さんM1 の生きてるでしょう、はい、生きてるでしょ、全然軽くなるな、あすごい気分軽くなったわおかげで、ありがとう、そうそうそう、やっぱ、ね、大丈夫でしょう、大丈夫でしょうって感じ、ね、もう待つしかないね、うん、そう、うん、そうだね、ちょっと落ち込んでもあれですから、うん、はい、まあちょっと待ちましょうねこれはね、うん、しんどいですけど、うん、はい、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ワンピースで楽しいね、はい、今日ここまでです、最後まで見てくれてありがとう、ぜひぜひチャンネル登録お願いします、ぜひぜひ高評価もお願いします、はい、来週はねジャンプ自体がないですけれども、はい、またね、はい、最新話関連動画上げると思いますので、はい、ぜひチャンネル登録お願いします、お願いします、はい、次も見てね、明日も楽しみ、またね、大丈夫でしょう、生きてるでしょう、うるさうるさだからお願いお願いします、じゃあ